最近みよちょーはいてつく寒さが厳しい。どんさこちゃん豚がちょうどいい好きな男アリゾです。今回は豚の導入動画を撮っていきたいと思います。早速 Here we go。 親根を装着いきます。ってなんかうまくいかないの、なぜなぜ言うてる場合ちゃうねん。頑張らないので、早速行ってきまーすからの速攻帰宅。来てます来てます、豚中にいるんです。早速チェックアウトしていっちゃいましょう。はい、こんにちは。手バグ水しとるやないかい。こっから読み取れるのは、僕がどれだけ運転が丁寧で確実で、そして愛を持っているのかが伝わるな。早速放牧地に話していこうか。オーライオーライオーライ、はい、そこでお願いします。ガシャンと開けてポンとダイヤ置き、さらにその上から22ポンとダイヤ置いて、よよかねー。出るの出ないのどうするの、はい、出るの出ないのやっぱ怖いの、もう一丁出るの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 出ないの。おふざけもここまでだ。さあ、ついに止めが一歩、その一歩と一つずつ歩数を進めていきます。そして衝撃のケツ落ち、まさかの1投目ケツからスタートでした。ドメはどのようにして降りるのか、おっと2投3投一気に行くのか、サーフィンスタイル、素晴らしい波乗りを見せた後に4投目が鼻からダイブ、これはイカついてて、お前大丈夫か。リアルに心配の中、5投目がしっかりと着地いたしました。さあ、日は変わり、次の日残り5投の導入も迎え行ってまいります。さあ、昨日ついた小豚たちは爆睡の中、1頭がその歩数を進めていき、2頭目もんどうなのか、途中でちょっと滑っちゃって、さあ降りれるか降りないのか、降りるのか降りないのか、ケツ落ち出ました、名物ケツ落ちです。攻撃の2日連続でケツ落ちが続く中、3頭目なんともスムーズな降り方です。でもちょっと保湿を詰めたところでちょっと怖くなっちゃって、チラッと見て助けて、ええよポン、うん、キュンです。そして4投目ケツ暴れ、しかしケツ暴れが招くのは、そうケツ割りだ、大丈夫か。そして5投目はケツ上げてしっかり放牧地に着地いたしました。はい、今回はね合計10投、早速昨日来たやつらと今日来たやつらがね鼻でコミュニケーション取ってますね。こうやって鼻でねちょんちょんってやってね、あお疲れ、ワッツアンメーみたいな感じで豚はコミュニケーションを取るんです。ということで、なんとか10頭導入完了です、ですです。ということで、今回は豚の導入動画でした。ではまた皆さん会いましょう。 See ya, bye。